2012年度の売上高。左から順にウォルマート、ロイヤルダッチシェル、エクソンモービル、BP、中国石油加工、中国石油天然技集団。国際石油資本、または、石油メジャーとは、資本力と政治力で石油の炭鉱、生産、輸送、生成、販売までの全段階を垂直統合で行い。 シェアの大部分を河川する石油系巨大企業複合体の総称。1975年にアンソニー・サンプソンが表したセブンシスターズで一躍存在が知られることになった。河川体制となるまでの歴史においては、シュルンベルジェが地球規模で油田探査に活躍し、影の石油メジャーと呼ばれている。石油メジャーのうち第二次世界大戦後から1970年代まで、 石油の生産をほぼ独占状態に置いた7社はセブンシスターズと呼ばれてきた。また7社にフランス石油を加えてエイトメジャーズと言われることもあった。資源ナショナリズムにより石油輸出国機構が主導権を握るまで世界の石油のほぼすべてを支配していた。セブンシスターズのうち5社がアメリカ資本で残りの2社がイギリス資本系の BP とイギリスと オランダ資本系のロイヤルダッチシェルである。また、エクソン、モービル、シェブロンは、ロックフェラーが創業し、1911年に34社に分割された、スタンダードオイルが母体である。1911年、ジョン・ロックフェラーが創設した、スタンダードオイルが、史上初めて、シャーマン法により34社に分割され、スタンダードオイルニュージャージーや、スタンダードオイルニューヨークや、 スタンダード・オイル・カリフォルニアなどが誕生。1928年7月31日、カルースト・グルベンキアン指導の下で赤線協定が締結された。この協定は、スタンダード・オイル・ニュージャージーなどのアメリカ系、石油会社が、アングロ・ペルシャ石油会社、ロイヤル・ダッチ・シェル、CFP の3社で構成される、トルコ石油に資本参加する際に定められた協定である。これは、 赤線で囲まれた旧オスマン帝国領内について協定に参加した各社による現在のトルコとイラク領内の油田検疫の独占と油田の単独開発の禁止を取り決めたカルテルである。その後、同じ年の9月17日にスタンダードオイルニュージージー、アングロペルシャ石油会社ロイヤルダッチシェルのビッグ3はスコットランドのアクナキャリ場でアクナキャリー協定を結び、 前期の独占禁止法による規制が厳しいアメリカと、油田が国有化され、トラブルが生じたソビエト連邦以外の、世界の石油市場で各社の販売シェアを固定化した。その後、サウジアラビアやクウェート、リビアなどで大規模な油田が開発されるが、上記の協定に則っ,って、セブンシスターズの独占状態は続いた。第二次世界大戦後、石油の需要は急拡大する。 少数の企業による石油需要の予測と生産割り当てが高層し、1960年代末まではほぼ安定した価格で原油が取引された。これは国際カルテルによる弊害の多い中でごくわずかな功績の一つである。1950年代、大規模な油田開発が続き、原油の供給過剰が慢性化し、それに伴いメジャーは工程価格を段階的に引き下げた。 これに産油国が不満を持ち、1960年にオペックが結成される。1970年代に入ると、半アメリカ、半ヨーロッパの風潮が産油国に広まる。メジャー支配脱却を狙っていた産油国は、次々と石油開発への経営参加、国有化を推進した。1972年には、アルジェリアの油田がフランス資本から国有化された。 リビアも BP が所有していた油田を国有化した。1976年、サウジアラビアでの原油採掘を独占してきたアラムコの大株主であったエクソン、モービル、テキサコ、シェブロンの4社はサウジアラビア政府に株式を譲渡。ここにセブンシスターズによる石油支配は終わりを告げた。セブンシスターズペルシア湾岸の産油国は1960年代から 政治的な自覚を高め、国際石油資本などから自国の利益を守ることを目的として、石油輸出国機構を設立し、1973年の第4次中東戦争を契機として、石油価格の決定権を握り、原油工事価格を1バレル3.01ドルから5.12ドルに引き上げた。さらに、オペック加盟のペルシア湾岸の産油6カ国は、 1974年1月より、原油価格を5.12ドルから11.65ドルへ引き上げた。こうして、セブンシスターズの影響力が小さくなったため、1990年代以降、7社は合理化を推進し、合併、統合を繰り返してきた結果、エクソンモービル、シェブロン、BEP、ロイヤル・ダッチシェルの4社に統合された。一部の評論家は、この4社に、 トタルと、この子フィリップスを加えた6社をスーパーメジャーと呼び、再び石油マーケットを支配する恣意的な動きだと論じた。しかし、合併による規模の拡大を推し進めたとはいえ、2000年、現在、この大手4社の世界における原油生産シェアは10%程度、保有する油田の埋蔵量シェアは3%である。これは、統合により、リストラを推し進め、 生まれた利益を株式の自己消却などの株主還元や天然ガスや燃料電池などの次世代エネルギー開発に投資しリスクの高い新規油田開発への投資を削減したためである石油掘作の技術には1日の長を持つが1970年代まではセブンシスターズを含めて20社程度しか手掛けることができなかった石油の上流事業も2000年を過ぎると200社 以上が参入し、激しい競争に巻き込まれている。さらに、モータリゼーションが続く新興国では、石油需要の伸びが見られるもの、先進国では、需要化が、石油以外の熱源の転換を進めるともに、2010年代時点では、石油に依存する航空や、自動車分野では、燃費の改善を進めるなどして、石油需要の低下傾向が顕著となっている。このため、大手四社は、 石油企業から総合エネルギー商社への転換を急いでいる。以下は日本における民族資本の主要会社一方、ロシアや中国などの主な国営企業7社の原油生産シェアが合わせて30%、保有する油田の埋蔵量でも30%と存在感を増してきており、かつてのセブンシスターズになぞらえて以下の国営企業7社を新。 セブンシスターズと呼ぶ声も上がっている。ありがとうございます。